はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。FIFA、浦和レッズ監督キャリアやっていきたいと思います。なんか杉本からなんかちょっとね、メールが来てるんで、ちょっと返信したいと思います。調子がいいから、控えに言われたくない、スタメンで出せと。まあ、この間天気目だから、まあ、出してやるか。出します、じゃあ。で、なんかちょっとサウジアラビアでのなんか発掘、まあ、これはもうどうでもいいっすね。はい。消しましょう。はい、じゃあそれではね、第3節かな。横浜 F マリノス戦だね。今、ちなみに1回も勝ってないから、勝ちたい。チーム管理で、とりあえず、杉本じゃあスタミン入れますか。どうしよっかな。どっちを変えるか。ちょ、いや、心臓さんちょっと変えて、杉本入れます。あとはスタミンこんな感じでいいよね。あ、でもさ、なんか、試合出れてない人が何この、選手能力ちょっと下がるのちょっとやだね、やっぱ。まあいいや。はい、行きましょう。下がることないと思うけどね。はい、それでは、相手の怖い、サントス。俺、ジュニオルサントスだよね、相手の左ウィングバック。ちょっとやばいフォーメーションできてるけど、怖いなぁ。まあ行こうか。いや、普通にマリノスでしょ。フォワード陣の、能力値お化けだからね、絶対。はい。かわせっていうことか、これ。かわせぜ。ダブルタッチできない。はい、行きましょう。正直、怖いな、マリノス。ジュニオル・サントスが左ウィングバックにいるでしょ。何考えてんの、ポステコグル。教えてくれよ。浦和レッドダイヤモンズと戦います。怖い、強い強い、危ない危ない。こちらの監督からもこの試合に伺いました。走れ走れ。相手3バックだから、3バックに横空いてるからね。ほら、これ来たんじゃね、杉本。いや、横にパス出す。レオナルド、オッケー、よしよしよし、パフォーマンスします。何やろう、カメラに向かって威嚇。やったぜ。まあ、マルちゃん独走だったけど、フルス入ってないですよ、マルちゃん。よーし、レオナルド、今季初ゴールかな、そんな気がする。よく決めた。開始早々、マリノス相手に決められたの大きいんじゃない。結構なんかさ、マリノスってさ、現実の試合だと開始早々に決めるイメージあるんだよね、今年特に。大丈夫か、大きい、危ない危ない。ここから先の出しどころに苦労している様子です。大木原ボランチ来たかな、あれは。ちょ、見てなかった、わかんないわ。いいね、杉本収めて、古橋走ってるよ。いいんじゃないか、ハイライすぎだろ、横浜。守りきれるか、古橋。よく決めた、オッケーオッケー。古橋マルティノスっていうね、この速い人がね、相手のハイラインつくのいいね。相手これちょっとまずいんじゃない。でもマリノス相手だからね、普通にこっから点取られる可能性もあるから、怖いな。5点ぐらい取んないとちょっと安心できない。いいんじゃない、今季初勝利あるか、これは。あるんじゃない、畑中。ちょっと舐めてんの相手。パスワークでかわします。柏木が神パスを通すと、レオナルド、杉本、オッケーオッケー。あれどうした、なんか上手くなってんの。え、これコンピューターのレベル下げてないよね、俺下げてないよね、これ。いや、これ見てわかんないよ。いや、下げてない、俺は何もやってないよ。よしよしよし、なんか3点目すぐ取れてよ。いや、柏木のパスは完璧だったね。いやー、ラッキー、弾く位置が運が悪かったな、相手キーパー。梶川か、誰だっけ、あの、パクリックか分かんないけど。オッケー。3バックちょっと相手、穴だな、3バックの横、特に。シャーゴマルチンスとか足速いんだけどね、FIFA 上であんま速くないんだよね、多分。取れるよ、いいんじゃない。ここでうまく、どうした俺、マルちゃんが走ってる、しかもマルちゃん、
ワンちゃん行っていいんじゃない、このまま。え、パス出すわ。いやーちょっと遅れたが、くそ。ジュニオルサントスここにいるかね。なんか一応なんか怖い。でそっちかい。あんまプレスもかけてこないしね。クロス敵中にあげます。相手キーパーパクイルギョが一応カジカじゃないんだね。やっぱ一応ビルドアップしてくんだ、そっから。なんか最近ちょっと鼻水が、最近なんか今日だね。お、なんかいいぞ。あいつミスってんじゃないこれ。マルちゃん？マルちゃん？マルちゃん！来た来た来た。どうしたんじゃ今日。ゆりかこダンスです。誰の子供が生まれたんでしょう。俺、マルの予約してる、してないよね。してないよ、俺。してないからね。なんでこんな取れてんだ。あ、28分だよ。ちょっとこれはもう意外と安心できんじゃない。ポステコグル監督、おこでしょ、これ絶対。全然攻めれてないしさ。これも入んじゃない、これ。杉本に渡します。杉本健よ、ええ俺、レジェンドだよね、これ。俺、勝ててないから、難易度下げてくれた、もしかして。その可能性がある。接待してくれてんじゃないの、これ、さすがに。これ、負けたらまずいみたいな感じで。ちょっとわかんないな。まあ、とりあえず、試合を、何点取れるかやるか、マリノス相手に。普通にこの点数逆でもおかしくないんだけどね。フロアレッツ。いや、マジか。誰ギボ西川。で、こういう時は杉本に落とします。で、丸ちゃんで取る。杉本走れ。いけんじゃないこれは。ハットじゃない杉本。どうしたどうした、え、難易度下がってんじゃない、何回言うんだこれ。まあまあいいか。俺は下げてないです。もう一回言います。難易度を僕は故意的に下げてないです。勝手になんか AI が下げてる可能性はあるけど、僕は下げてない。設定も何もいじってない。はい。それだけ言っとく。6点、これサポーター大喜びでしょ。よかった。解任論ちょっと出てたんだけどね。これでなくなったね。で、レオナルド使って、古橋が空いてると思ったら空いてない。柏木が走ってんの、柏木使います。柏木打つわ。ループシュート。柏木も決めた。どうした？え？ 7 点？これ絶対下がってるよな。ループシュート完璧でしょ、これ。柏木なんかループ打ちそうだから、ループ打った。ちょっと驚きが隠せない。弱くなってるかな？そんなことしないでもらいたいけどね。エジガルジュニオ。オナイアで出ないんだね。ちょっと。フルスライド出てもらいたかったけど。オナイアで裏にいてもらいたかったな。まあ、裏行っても出れないか。大津監督出さないもんね。マルちゃん、お前ならいける。いや、畑中。これは強いな。はい。前半終わりました。なぜか、7点も取れた。何があったんだ？この選手ですが、ディフェンダー泣かせ。いやいや、杉本ハットトリックしてよね。してないっけ？相手シュートゼロで。もう最後に見るか、成績とか。はい、それでは後半いきます。ええだよね、本当に。やっぱこのチーム強いのかな。橋岡上がれ。いや、無理だった。柴田。柏木走ってるよ。走れよ、レオナルドか杉本。お前どっちか、前に。柏木。柏木
柏木よしよしよし、いや喜びやっぱもう控えめだね。なんかもう8点を取ったから何点取れるんだこれ。10点取れるよね多分これ。13対0目指すかこれ。どこだっけ、柏と京都のあれを再現しよう。ポステコグルー解任させよう。おガショウかわりでポステコグルー解任させたら俺解任させられてポステコグルーが浦和監督になる説もあるな。怖い、危ね。杉本、いやーちょマルちゃんにしたかったんだけどね。ちょっと肯定させます。ちょっとどうしよう、柏木ちょっとスタミナないんで長澤に交代。まず関根、いやどうしよう、転げ出すか。杉本あと取った、ハット取った気がするからもうお前はいいでしょう。はい行こう、ゴールキー、いや合わないと、まずい。前線速い選手いるかね、マリノス怖いぜ。キープキープ、いやーし芝とちょっとか気を利かせてちょっと前に出てもらいたかったね。まずいんじゃないこれ、やばい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 。山田がちゃんとお前クロス上げさせんなよ。なんかスキルムーブ使ってくんな、なんでだ。やばい、やめて、西川神じゃな、意味わかんない、意味がわかんないって。ちょっと事故事故、これは事故。はい、このボール拾って攻めろよ、この辺のことしないで。これ誰、マルクスジュニオール全然似てないんだけど、髪型もあやへじゃない。これひどすぎでしょ。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。はい、その通りです。信頼を失いますね、このミスは。アドフラッシュ点決めてないからちょっと決めさせてあげたいな。ちょっともうこれひどい。裏注意、ゲームを作るパスが光ります。エジガルジュニア、オッケー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 。フルハシ走れ、フルハシ走れって前にスリーバックの横だよ。いやーもうちょっとダメだ、やっぱ責任変えよっかな。やばい、レジェンド本領発揮してきたかこれは。ナイス、トーマステン。インターセプトされました。西川に一回下げて、なんか、マルティノス入ってるから、と思ったけど、ダメだった。ちょ、交代します。どうしよう。あと、一人かな。関根入れようか。関根入れます。フラッシュ書いて、関根。マルちゃんは出します。横浜 F マリノスの勝因です。古橋がな、ちょっと拠点決めてくれたけど、もっとどんどん裏抜けしてもらいたい。ここでボールロスト、なんか空いてんじゃない、マルちゃん。いいね、いいね。責任決めさせるか。関根、オッケー、オッケー、決めた。もう13点取りたいからね、ボール持ってきます。飛ばしましょう。オッケーオッケー、責任を決めて、責任良かったんじゃない。責任スタメン出してあるか、ワンチャンあるな。1失点し余計だったな、あれ。ちょ、事故だったけどね。クリアするかパスするかちょっと迷ったんだよね。パスコースなかったけど、なんか、ボタン連打しまくってた。ここ、ボールちょっと細かいタッチだね。いいと、よやめて、ファール、ファールじゃない、オフサイ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 だろ。飛ばします、はい。マジか、マジかよ。まあまあ、負けることはないんで、さすがにここから。落ち着いて試合ができる。あれ、なんか相手レジェンドになってない、もしかして。そんな可能性ある。まずい。全然早いかな、マリノス。マルコスジュニオ。出せんな、出せんな。エジガルジュニオ。エジガルジュニオ。はしょか。深くえぐってマイナス。出して、ナイス点。投げさせ。ディフェンスをもの。うまいけ。走れ、前に。前に走れ。
マルちゃんに顔出して、マルちゃんもスタミナが限界やん。僕書いてるよ。そっちじゃないんだけどな、キープできないこれ。くそ、もったいね。今誰だ、奥走ってた人に渡したかったけどうまくいかなかったな。え、マジか、読んでたんだけど。くそ、やばい、まずいんじゃね。センターバック出しすぎたか。なんだそんな無駄なボールこねるやつ。大丈夫大丈夫、シュートコース切ってるんでね。はい、もうマルちゃん開くねえ。もうスタミナ限界、奥開いてる。いや、ちょ待って、ミスった、危ねえ。あ、オフサイだわ。あー、クソクソクソ。もう試合終わりか。13点取れなかったな、ちょっと残念それは。はい、勝ちました。9得点。どうしたんだ杉本、ハットトリックしてるかんね。いや、素晴らしい。レーティング見ましょうか。杉本10、柏木9。アシスト、杉本4アシスト3ゴールってやばくね。スタメンかこれは。いや、スタメンでしょこれ、さすがに。すごすぎでしょ、相手。正直、かわいそうだけどね。はい、今、試合後インタビュー行きましょう。気持ちよくね、試合後のインタビュー挑めるわ、これで。やっと、久しぶりの勝利。久しぶりってか、今季初勝利だね。ちょ、マルコス・ジーニョルっぽくね、なんか。ちょっと日本人っぽくなったマルコス・ジーニョル感じがする、この人。杉本の活躍はもうちょっと素晴らしいよ。完璧です。エクセレント。ダオ監督、今日はライバルを圧倒する内容。何か得意な準備、いやー、特に、まあ、どの準備もね、同じですよ。はい。7ゴール、前半得点があまり。は？何言ってんの？前半7点取ってんだよ。次の試合、とりあえず次の試合に集中しています。記者が的外れな質問してきたから、まあ、とりあえずちょっと流しましょう。受け流そう。はい。よかった。なんか杉本からね、メールが来てるね。好調維持できたかと思います。はい、お手本で、お前は。ちょ、杉本スタメンにするか。スタメンにしまーす。杉本健雄。あの活躍もスタメンでしょう。どれもなると、ちょっととりあえず次の試合を変えようと思う。疲れてるからね。マルちゃんもちょっと体力限界っぽいから、責任に右やらせますか、じゃあ。はい。とりあえずこれで一回保存して、はい、今日はこれで終わりにしようかな。はい。うん、9対2。杉本ハット、3ゴール4アシスト、ちょっとバケモンみたいな活躍してるけどね。まあよかった。次の試合はゾコとの試合だ。それだけ確認してから終わりにしよう。札幌か、ミシャ。はい、じゃあ次の試合は札幌戦です。はい、ご視聴ありがとうございました。